前をお願いします。和田明です。はい、宮本瑞希です。はい、将来の夢は何ですか？サッカー選手です。サッカー選手になる。目指してる選手はいますか？岡崎慎司選手です。岡崎慎司、それはどうしてですか？キーパーがボール持ってる時もいつもプレッシャーに行ったり、すぐにプレッシャー行くから、そういうプレーをしたいなと思って。なるほど、はい、じゃあ瑞希選手、じゃあ普段自主練はしていますか？はい。どのような練習をしていますか？ドリブルやシュート練です。ドリブルやシュート練習。じゃあ普段瑞希選手、じゃあせっかくなのでお母さんに日頃の感謝をお願いします。いつもマルバに送っていただきありがとうございます。はい、じゃあ本日はありがとうございました。